ありがとう、こんばんは。リュウくんかき氷ありがとう。こんばんみーん。こんばんみーん、こんばんみーん。そう、ランウェイあるんですよ。楽しみ。初ランウェイだよ。インスタライブ、いや、緊張よりも楽しかったですね。楽しかった。初インスタライブ、いつかインスタのアカウントみたいなの作れる日が来たらインスタライブやってみたいな。そう、デモ音源とかもね、そう、今日のインスタライブで流したり、ラップとかもあるんですそう、実は初挑戦。え、最近さ、最近あれしちゃったじゃん、なんだっけ、カラーズの曲練習して頭から離れんのよね全然みたいな話したの覚えてますか？私があれの曲が、その今日インスタライブで流れたデモ音源みたいな、ソフトクリームって曲、あれが本当に頭から離れなかったんですよ。そうそう、あれ、それがそれでした。ラップね、これ。あ、光がめっちゃ印象残るよね。そうなんよ、ラップ初。練習はしたことあるけど、でもあんま歌わないからね、ラップ。そう、めっちゃ残るよね。そう、エクリミナラララ、スローモーション、スローモーション頭の中ローテーションしかちょっと歌え、歌詞がスローモーション、スローモーション頭の中ローテーション言い踏んでる、めっちゃ難しい。こんばんは。ラップ苦手だよ、めっちゃ。こんなこういう感じ歌えないんです、私。そう、歌苦手ですよ。うまく歌えない。ラップとかかっこいい感じの、かっこいい曲ね。なんか私高音がどっちかというと得意なので、そういうなんかそういう曲が生かされた曲とか、ちょっと綺麗めなバラード曲とかは多分めっちゃ得意な方なんだけど、私の難点はそういう曲が得意で、そういう曲にしか歌えないというか、そういう曲だけ得意なので、いろんなジャンル上手に歌えないっていうのがね。こんばんは。歌えるようになりたいだから、かっこいい曲も、あと低音もめっちゃ苦手。大好きな人の愛とはとかめっちゃ苦手うまくって愛とはの愛とはめっちゃ低いんけん、難しい。そう、リア君ソフトクリームありがとう。これから結婚式ギフトラップで返してもらってねそんなしませんよラップ苦手だって言ってるのに。こんばんは。リオさんかき氷ありがとう。ラップの音源はなんかリオちゃんと一緒に撮ったんですよね、ラップの音源っていうか、そのカラー、そのソフトクリームの音源自体、リオちゃんと一緒にレコーディングというか音源撮って、音を、声をね、リオちゃんと一緒にラップも歌いました。難しかった、2回撮り直したかな。でもそう、頼もしかった、めっちゃリオツンと一緒に歌えるのめっちゃ頼もしかった。リオツン、こんばんは。そう、怪獣の鳴き声みたいになる、ああ、おうおうおう低
い声。でも低音ね、だいぶ昔よりかはだいぶ出せるようになったけど、でもまだまだめっちゃ苦手ですね低音は。こんばんは、ポルダングリさん、ソフトクリームありがとう。そう、なんかちっちゃい体がやっぱりちっちゃい人ほど低音は難しいらしいです、体の作り的にも。とかもあるんで、ちっちゃいけん高い声めっちゃ出せるんかもしれん。ちっちゃいけん声も高いもんね多分、私普通に普通の声も。こんばんは、リオツン。リオツンね、低音とかかっこいい曲得意ね、バラード。リオツンはな、うまいからな、どんなジャンルの曲も上手に歌いこなせる印象あります、やっぱりリオツンは。こんばんは、低音の方が得意言うても、高音もめっちゃ綺麗じゃけんね、リオツン、かっこいい本当に。広島当日までラップの練習、ラップの練習しようか。でもまだ自分がラップ部分歌うか分からないんですよね、どこ歌うか。もしかしたらラップでめっちゃ練習してもラップ歌わないかもしれないっていう。にますけさんファイト、ありがとう。そう、苦手ね、苦手克服したいです、いっぱいあるから苦手。あ、インスタライブありがとう見てくれて。そう、私地声が高めなんですよね。そうなんよ、もともと地声が高めねえ。ほんと随分と重くなった、ほんと。でも昔に比べると、高音の方がね得意なのよ。熱中症大丈夫？大丈夫ですか？心配、気をつけてね、暑いから本当に。夏みやこちゃんソフトクリームありがとう。ラップはちゃちゃんとアズミントみたいになっちゃった。あ、本当ですか？前半部分の方かな、くるくるたちの方かな。ラップ嘘。本当？ラップスローモーション、スローモーション。まだ歌い分け分からない、歌い分け。スローモーション、スローモーション、頭の中ローテーション。待ってるよ、8月6日カラーズお待ちしてます。カラーズランウェイ楽しみだよね、初めてだから。待って、これさ、ちょっとまつげ、これもう、これ本当にこの新しく買ったマスカラ、これ朝メイクして6時間レッスンして11時40分の現在これですよ、見えますかな、ちょっと見にくいけど。上がってるよね、でもまつげがほら上がってるんですよ、上がってるんです、上がってるのすごいですよね、これすごいよね、これすごい。いや、なかなかすごい、すごすぎる本当に。やばい、 よかったこの新しいマスカラ買って、よきよきだこれは。持ちすごいよね、6時間踊って、って言っても6時間7時間レッスンして、今日のこの時間まで上がってるのすごい、キープ力。あ、今日マネさんに私だって言ったら近日中、お、そうかな、楽しみだ、楽しみにしとこねえ。今日も一日暑かったけど、いつになったら涼しくなるんだと思いました。いやー、もうまだ始まったばっかだよ夏。
始まったばっかりだよ。9月になってもまだ暑い印象だもんね。ここからどんどん暑くなっちゃうよ。キープ力すごいね。キープ力大事。嬉しい、めっちゃ。夏これから汗めっちゃかくしね、ステージとか。ツアー、これでもツアーは最強です。私のまつげ、まつぱい、え、まつぱしたいんよ。でもね、まだちょっとね、そうできんのんよね。昇格したらできるかなって感じですね。まつぱ、まつぱしたい。もうできるようになったらすぐにでもしたい。一番にするかも。まつぱやりたいです。いいよね、絶対まつぱね。こんばんは。ね、レッスンしてきて、これは本当にすごい。昼に外出、外出ると暑すぎるからか、人があまり歩いてなかった。あ、そうなんだ、やっぱり確かに。でも確かに無駄に外出たくないかもしれん。夏は本当に用がないと。え、ぐらい暑いもんね。もう今日もレッスン終わってから、夕方の9時過ぎ9時回ってるから、もう日も暮れて太陽もないような時間帯だけど、本当にちょっと歩いただけで汗がかきそうになっちゃったもん、夜で。だから本当に暑いよね。夕方じゃないね、全然9時夜じゃ、夜、全然夜でも暑い。ちょっとだけ歩くだけでも。こんばんは。ダンスも長引くの？じゃあ暑いんだ、結構。確かにまだ7月か。めっちゃ8月な気分。でももう実質8月だよ。7月ももう後半だから。暑いな。え、いい買い物した本当に。うん、ここ最近いい買い物できてる、結構。ソーダさん、ソフトクリームありがとう。ね、ほんと暑いよね。外出れん、ほんまに暑すぎて。ちょっと歩いただけでも汗が。確かにアスファルト、デスクワークだけど暑い。デスクワークそれは大変もう部屋の中いてもでも暑い。やっぱもうクーラー切れないもん。うん、平日に学生見かけると夏休みって感じ。確かに、確かにね。平日に学生は夏休みって感じするわ。もう夏休みだもんね、みんな。いいなぁ、プール行きたい。もうずっと言ってるずっと言っとる、プール行きたい。めっちゃ夏満喫したい。暑いよね、確かに。日記、確かに毎年思ってる。毎年去年の夏こんなに暑かったかなって思ってるし、冬も去年の冬こんなに寒かったかなって毎年思ってる。あんまり気上がるとエアコン効かん。そうなの？そうなんだ。なんでだろう。韓国行ってたの？あ、韓国の方が暑いんだ。そうなんだ。涼しそうなイメージある、韓国の方が。暑いんだ。この季節アズミンドライ大変。大変。暑い、めっちゃ。暑いこの季節。うん、傘差し担当、プ
プール行きたいよね。確かに花火復活してるね。結構やってるね花火。あれだよ、尾道の花火大会が今週末あるらしいですよ。めっちゃ行きたかったけど、さすがに行けない。花火大会行けなかった。お仕事が行けないな。めっちゃ行きたい花火大会も。屋台、屋台大好きなんです私。屋台ね、確かに車ほんとやばいね。昨日の配信、何だろう昨日の配信、何したっけ昨日。メイク違うか、気のないし。え、そう、あ、この前クレあったね、尾道の花火。そう、水上花火大会なんだっけな、千光寺。そうそう、千光寺のあそこら辺の近く見れるところ。うん、めっちゃ規模でっかいらしいので、尾道の花火大会。子供のちっちゃい時に結構よく行ってた尾道。でも本当にすごい、めっちゃ綺麗。うん、あ、ツアーの広島選考今日まで。そうだよ、今日まで23時59分、あと10分ですツアー待ってるね。ファンクラブ選考が今日までです。ツアー最終日、広島だよ、待ってる。もう昼も夜もおすすめです。集大成見に来てほしいです。10分、残り10分です。10分で締め切りだよ。水着じゃない水着ってコメント読んじゃった。ツアーの広島申し込み、ありがとう、申し込んでくれてありがとうね。みんなすでにスケモンさんバラありがとう。え、当たってほしい。え、当たる当たる。いや絶対当たるよ。うん、祈っとく私も当たるよ、当たってほしい、当たってほしい。え、花火大会ね、市内の方ね。そうなんよ、めっちゃないよね今ね。宮島もないし、あっちもない、宇品もなくなっちゃったし。そうなんよね、めっちゃ悲しいよね。あ、8月9日当たった、嬉しい。花だれわーそろそろ生誕祭、嬉しい。ありがとう広島申し込んでくれて、ありがとう。ねえ、広島当たってほしい、絶対当たってほしいよ、みんな当たってほしい。絶対当たる、当たる当たる。かき37さん、かき氷ありがとう。あ、8月15福山の花火大会、そうなんじゃ。福山8月15日、15ってなんだっけ。お盆か、ちょうど。え、11、12、13、15か。わあ、15いいな。花火大会行きたいな。こんばんは。わ、見たい服。決めたい。こんばんは。確かに公園ついてる花火あればな。そうだよね、確かに
確かに。それ公園で広島来て、確かに公園来たついでに花火見て帰るみたいなね、めっちゃいいやん。あ、16、17、え、そうじゃん、オープニングアクト16、17じゃん。オープニングアクトある、出ないけど10分だけど、オープニングアクト確かに、え、そうだね、16、17だ。あれだよね、課外活動公演か、対バンのやつ。ねえ、あ、運秀見会、え、見たよ、美味しそうだった運秀ね、運秀、運秀みかん。千一さんハート3連ありがとう。アイス食べたくなった、アイス食べたいな。この前ノアピがヨーグルト、アロエヨーグルトのアイス食べててめっちゃ美味しそうだったんだよね。ノアピアロエヨーグルトのアイス食べてた、食べたい食べたいなと思って横で見ながら、美味しそう、今度見つけたら買おう。あ、そのオープニングで僕はずみから嬉しい、また来てね待ってるけん、また見に来てほしい。え、そう、香川の日もおま、そうなんですよ、お祭りがあるらしくて、そう香川の日もあるんだよね。あ、そうなんだ、いいな。確かになんかそういうイベントとかステージの時に近くで花火大会があるのいいね、めっちゃなんかいいねいいですね花火大会。でも大変なのかな、え、アロイヨーグルトアイスね、めっちゃ美味しそうだった。ラムネ、ラムネ今日出会えてない、飲んでないです。クッピーラムネが一番好き、ラムネ。こんばんは、カジャンカジャンカジャン。あ、パセリさんもツイートしてた、うん、パセリさんもノアピに、ノアピにおすすめしてもらったってツイートしてたんだっけ、見たことある。こんばんは、うん、確かに11、ラムネあんまり売ってなくない、飲み物のラムネ、飲み物のラムネコンビニとか売っとらんよね、たまに飲みたくなるけど。そうでもラムネ食べんかった今日、ワッフルなら食べたお腹空いて、ワッフル、あのさ、ソラさんにプレゼントでもらってからほんまハマっちゃって、ワッフル、あれからずっとワッフル食べたいって思ってるもん。どんだけワッフル、ワッフルにハマっちゃった、ソラハさんのプレゼントがきっかけで食べたくなるくない、ワッフル。でもあんまりお店とかにもワッフルって定番じゃないけん、そう見つけられんっていう、ワッフル屋さんに行きたい。とっちゃんまやさん、かき氷とソフトクリームありがとう。こいさんかわいい、ありがとう。え、尾道にワッフル屋さんあるの、えー何それ、えちょっと調べとこ、行ってみたい、ワッフル食べたい、ワッフル食べたい。禁断症状が出そう、かき氷ありがとう。ワッフルめっちゃ美味しいよね、ワッフルって。えー、尾道調べようっと。あ、ロープウェイの下あるね、わかった、ロープウェイの下のところか、わかった、そこじゃあ
行ってた、ちっちゃい時。夏でもワッフル、いやもう季節関係なく今もうワッフルが食べたい。ワッフルが、ワッフルめっちゃ食べたく、あ、やばい、団長も57分や。団長読みます。13位、しみこうさん、ありがとう。12位、やる気猫 K さん、ありがとう。11位、あおあおさん、ありがとう。10位、ヨハンさん、ありがとう。9位、ぬしーさん、ありがとう。8位、ポルダーアグリさん、ありがとう。7位、クルーガーさん、ありがとう。6位、ルディエカさん、ありがとう。5位、ディオさん、ありがとう。4位、メアコーちゃん、ありがとう。3位、ゆずきちさん、ありがとう。2位、かぎ37さん、ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 ル、バーン、しんごさん、ありがとう、ありがとう。27、今日は27だ。できた。じゃん、ありがとう、ありがとうございました。明日は7時半からします。朝配信7時半。おやすみ。いや、やっぱ夏休み時間で8時から30分遅らせ、夏休み時間で8時からしよう。8時からする。ごめん、30分寝させてもらいます。8時からします。ありがとう、おやすみん。お願いします。8時からする。ありがとう。あ、バイバーイ、おやすみなさーい。